それでは2時になりましたので、帝国通り記者会見を始めさせていただきます。今日は私たち、普天間辺野古問題を考える会という考える会 その緊急声明、辺野古米軍基地建設に向けた埋め立て工事の即時中止を要請する、その記者発表にお集まりいただきましてありがとうございます。私は今日司会を務めさせていただきます立教大学の西谷です。それではまず今回のアピールの内容とですね、声明の内容とそれに関する若干の説明を一橋大学の寺西俊一さんの方からお願いいたします。はい、ただのご紹介いただきました一橋大学の寺西でございます。今回の呼びかけ、声明の発表と呼びかけのメンバーの連絡先事務局ということで担当しておりますので、その立場で僭越ですが、今回の緊急声明の経緯とそれから趣旨ポイントについて簡単に最初にご説明をさせていただきたいと思います。でまず皆さんのお手元にお配りされているかと思いますが、この緊急声明、これ自身ちょっと長くなりますが、全文最初に読み上げさせていただきたいと思います。緊急声明、辺野古米軍基地建設に向けた埋め立て工事の即時中止を要請する。私たちは沖縄での辺野古米軍基地建設をめぐる問題に重大な関心を寄せてきました。沖縄県民の意思はもはや明確です。昨年2014年1月の名護市長選挙では、同米軍基地建設反対を公約する稲嶺進氏が再選。11月の県知事選では、同じく建設反対を明言する尾長武氏が、10万票もの大差で現職の中今博太氏を破り、12月に行われた総選挙では、小選挙区すべてで建設反対候補が勝利しました。思想、心情を超え、また政治的、党派的違いを超えたオール沖縄で、辺野古米軍基地建設にはノーという県民の強い意思が示されたのです。にもかかわらず、安倍政権は中山前知事が2003年暮れ、公約を翻して行った公有水面埋め立て承認を盾に、強引に埋め立て工事を進めています。こうした政府の行為は沖縄県民の意思を侮辱し、日本の民主主義と地方自治の根幹を破壊する暴挙です。